前回のあらすじ。前回スプラシューターで塔に挑んだ霊夢、22階の激ムズステージでやられてまた最初からすることになったのだ。今回はいきなりボーナスステージから実況していくわよ。今回のボーナスの内容はドローンからチップフィーバー。めちゃくちゃ姫ちゃんが強化されてるな。右側がものすごく賑やかになってるわね。なんかいろんなゲージが出てるな。全部どんな効果かわからないけど、このチャンネル全く姫ちゃん強化してこなかったから、どんな効果がついてるのかいまいちわかってないな。ま、戦いながらわかるでしょ。もうポータル壊せたのか。まだ5回だからね。ここら辺はさっきと姫ちゃんわよ。姫ちゃんがトルネード出してる。もしかして姫ちゃんの強化って重要なのか。今までメリコイン増加とコンティニューする時のコイン減少しかハッキングしてなかったからわからなかった。使い方の癖すごいね。雑談している間に残りポータルは一つ。姫ちゃん無双モードは強いな。ずっとドローンからチップフィーバーにならないかしら。それだったら上まで登るのめちゃくちゃ楽そうだな。姫ちゃん攻撃じゃなくて塗りもやってくれるし、霊夢のためにアイテムもくれる。霊夢必要ないんじゃないか。さすがに私は必要だよ。少しカットしてステージクリア。今回のスタートダッシュは絶好調。絶対にてっぺんまで登ってやるわ。そろそろ30階までは登っておきたいな。こいつよく出てくるわね。たくさん出てくるせいで戦闘全カットされちゃった。今日は本当に調子いいける気がする。やめろよ霊夢、そうやってフラグ立てようとするの。フラグじゃねえよ。今回はカラーチップも厳選してるし、昨日は早めに寝たから大丈夫なはず。遠足行く前の小学生か。小学生なら逆に徹夜しても元気があり余ってそう。お次は16階でボーナスステージが出てきたわ。今回はラッキーカラーチップフィーバーだな。やはり神に愛されし私にはラッキーチップがお似合いだわ。別に愛されてないだろ。このフロアは迫り来る敵からエリアを守り続けたらクリアだな。エリアならまた距離層のやつが出てくるじゃない。まあ無理専門のスケルトンだからな。今回はたくさんアイテムが落ちてくるし、守るべきエリアが一つだけだからそんなに苦戦しないだろ。守るべきエリアが2つの時は行ったり来たりして1年ぐらいカウントが進まないものね。1年も進まねえことはないだろ。アイテムがたくさん落ちてくるから難易度激ムズでも敵を一掃できてるな。一匹を除いて距離層エリア乗ってるんじゃねえよ。距離層一匹にスペシャル使うことはねえだろ。すごい気持ちが行動に現れちゃって、殺意高すぎだろ。距離層に対して霊夢落ち着いてプレイしないと。なんでピンチ状態になってるんだよ。距離層を倒せたなら私の人生に悔いはないわ。お前の人生そんなんでいいのか。なんとか回復できて立て直すことができたな。サウンドバーストも発動できて、あとはクリアするのを待つだけのようね。あのまま何事もなくクリアできたんだぜ。練りコインもらえる縛りプレイよりこっちの方が断然楽しいわ。練りコインもらえる方は縛りを守ろうとしてよく残機なくすもんな。今までよく残機なくしてた理由それだったのかよ。18階まで登ってきたわ。このフロアはレンジカラーチップフィーバーだな。さっきからフィーバーしすぎじゃない？なんでそんなにフィーバー引き当ててるんだよ。もしかしたらフィーバーをくれる神様が全てのカラーチップを集め塔をクリアするのだって言ってるかもしれないわね。ん？そんなことないね。動画序盤は姫ちゃんの強化だったけど、今回は私に対しての強化。私に追跡な姫ちゃん。言われなくても霊夢の後ろついてきてるぞ。そういう意味じゃねえよ。さすがはレンジカラーチップ。スペシャルの溜まり具合が早いな。あっという間に雑魚敵を蹴散らせれるわね。今回の霊夢は相当運いいな。パート4になっても25回以上行けてないこのチャンネルを任天堂が呆れて手を差し伸ばしてくれたのよ。私任天堂に呆れられてたの？任天堂の社員はこんな動画見てねえよ。残り2つのポータルもこの調子で壊していきたいわね。メインショットが貫通するから手前の敵に塞がれずに奥のポータルに攻撃できるな。そしてこれでラストット。やっぱりカラーチップフィーバーのフロアは早くクリアできるな。その後20階まで上がり、ボス戦までたどり着くのだったのだ。マルチャレも全く苦戦しなかったから全カットよ。この実況ボス戦より通常フロアの方が実況時間長いんですけど、やっぱり他の実況者と違う個性を出していきたいからね。嘘つけ、ボス戦実況するのがめんどくさいだけだろ。さて、お次はこのチャンネル最高記録の23回ね。ここは、暗闇のトラブルステージだから気をつけろよ。また暗闇？私暗闇以外のトラブルにあまり見たことないんだけど。暗闇の他にはドローンが使えなくなったり、無限にアルペジオが飛んでくるステージがあるらしいぞ。無限にアルペジオが飛んでくるトラブルには出会いたくないわね。とりあえず今は目の前のステージに集中するんだぞ。そんなこと言われても目の前真っ暗なんですが。そういうことじゃねえよ。このステージは3体のアラマンボを討伐すればクリアするステージだな。真っ暗闇で敵を追いかけるとかしんどすぎるんですけど。まずは狼藉を見つけるところから始めないとな。奥にアラマンボから出るエフェクトが見えるな。よっしゃ、見失わないように追いかけてやる。しかし近づいたらものすごいスピードで逃げられて見失ったな。多分霊夢の体臭がきつかったんだろう。私の体そんなに臭くねえよ。先に地面塗っとけばいつか捕まえることできるから気長に攻略するんだぞ。上に登ると地面の様子が全く見えなくて、降りると決めちゃくちゃ怖いわ。この状態以上は下よりも上の方が見やすい気がするもんな。敵のダメージ狼藉を目印にして戦うんだぞ。でも狼藉の位置全くわからなくなっちゃった。こうなったらマリサが発光するしかないわね。私の体っからねえよ。そんなに真顔で持ち上げないでくれる。マリサ金髪だし電気属性の魔法使えるんだから、光ろうと思えば光るよ。光ろうと思わねえよ。マリサの帽子の先をつまめば、私の帽子の先つまめば光るの。あと、私も知らない設定なんで霊夢が知ってるんだよ。いつもマリサが寝てる時にスマホ探すために使わせて
もらっています。私の体をライト代わりにしないで。マリサが光ってくれてたおかげで標的が残り1匹になったな。まあ霊夢の役に立ったならよかったんだぜ。唐突な霊マリ。最後1匹がここら辺にいるはずなんだけど、右側にいるな。やべ、落とし穴に落ちたんだけど。ちゃんと下見ろよ、いくら暗闇でも見えてただろ。落ちた先にインクレールがあって助かったわ。さっさと追いかけるんだぞ。待ってろよ、またマリサ光らせるから。もう光らせなくていいよ。あれ、ここら辺にいると思ったんだけど。逃げられちまったな。やっと見つけた。これでこのフロアもクリアだな。トラブルでこれぐらいの難易度ならこの先は余裕そうね。ま、私のライトのおかげだけどな。マリサがライトになったことに自信を持ち始めてる。その後霊夢たちは30階まで一気に駆け上ったのだ。今まであんなに苦戦してたのにだいぶあっさりと登ったな。ちなみに29階はメイン武器禁止縛りでクリアしたわ。霊夢の中の人変わったのか。めたいこと言うなよ。あと私の中の人は変わってないわ。いよいよ最上階か。次のフロアにはきっと小田がいるはず。ハチさん、私も一緒に行きます。こんなことになった原因は私にもあるんですから。飯田は武器持ってねえんだぞ。危ねえじゃん。それでも、私が行かなきゃいけないんです。飯田したら効かないんだよな。飯田なら武器なしでも自分の身くらいは守れるだろ。問題ないんじゃないか。水田、ありがとう。しゃあねえな、あんま無茶すんなよ。はい、先輩。水田は来ねえんだな。足でまといになるのはごめんだ。僕はここで君たちの戦いをモニターしてるよ。わかった。ならばっちり見ててくれよな。いざとなったら飯田を頼むぞ。よっしゃ、準備はいいか。ハチ、飯田、決着をつけに行くぞ。よっしゃ、こっちもやってやりますか。じゃあ霊夢頑張って。私たち二人で今から遊園地遊びに行くから。お前らも一緒に実況するんだよ。30階、コントロールルーム。奥にいるな。イカ焼きの具材がたこ焼きだろ。ライフも3つある。今までたくさんチップを集めてきてる。そして私は今たこ焼きを食べてる。たこ焼き食べんな、私にも分けろ。マリサ、秩序の世界、これは絶対的な安定。声変わりした。花粉症で喉がやられてる。会話すんな。欲望ない世界、争いもない世界、すべてのものが今を受け入れ変化を望まない世界、すべてのものが心安らかに生きる世界、穏やかな世界。それを否定する理由、エラー理解不能。確かに混沌とした世界はすごく不安定で、明日が怖くなったり少し疲れちゃったりもします。ずっと今のままでいたいと願ったこともありました。だけど、いろんな色が混ざり合った先には素敵な景色が待ってるかもしれない。私はそれを、先輩やハチさんや水田たちとみんなと見てみたいんです。秩序を望み私を生み出し否定する存在。エラー、エラー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 、思考プロセスに重大なエラーが発生。秩序の破壊者ども、完全に消去する。かわいそうなこと言うんじゃねえ。グッズ化されたらガスモードの方が人気出そうだよな。もっとひどいこと言ってるんじゃねえよ。やる気満々にてだな。行くぞ、ハチ。攻略法はパート1の飯田戦と同じかな。まずは周りのタコの足を破壊してバリアを突破するんだぜ。こんな簡単なゲームカットしてやるわ。バリア割れたな。今なら直接狙いそうだ。私のバリアも剥がれたけどね。集中しろ。なんかしてきそうだぞ。そんな足でガードしても意味ないわよ。いや、倒れてきてるぞ。その足。危ねえ。お前何この足あるんだよ。プログラムだからいくらでも出せるだろ。今攻撃が落ち着いてるから攻撃チャンスだぞ。現状エンクジャック、ノンから処理を再度実行する。そんなに遅い弾、いくら出しても私には当たらねえぞ。出してるのはいくらじゃなくて炭だぞ。そっちもいくらじゃねえよ。しかし今のところ全然他のボスの方が強いけど大丈夫か。敵の心配してんの。マリサ、敵じゃなくて動画の心配。確かにそれは心配だけど、こいつら予想以上にオーダーが弱すぎるせいで動画が盛り上がるか心配になってやがる。免疫プログラム強制処理成功。再生プロセスを起動。さすがに1回で倒しきるのはダメか。へ、復活しやがった。足の数もさっきより増えてるから気合い入れていけよ。今回の足は移動するから下塗ってダメージを蓄積させる技は使えないからな。誤植な真似を。私の前ではどんな策も無駄だということを教えてあげるわ。そのセリフを言うのは大体ラスボス側のセリフだぞ。世界を救う勇者の発言じゃねえな。よし、これで最後の足ね。そう、全く苦戦しないからカットばっかりじゃねえか。どこに悔しがってるの。ノーカットで見たい人はサイドオーダー持ってる友達のプレイ見てね。視聴者の友達に丸投げするな。そうだぞ、視聴者にゲーム見せてくれる友達いるわけないだろ。そんなことねえだろ。うちの視聴者はうつ主と違って陽キャの集まりだよ。おっと、うちのうつ主は家に引きこもりすぎて、久々外出した時まともに店員と話せなかったんだから。緊張してめちゃくちゃした感じだよな。うつ主は誰かと話す練習しようか。うつ主をいじっていたけどボスはまだ存命。体力だけはあるけど、的が大きすぎるから全然弱いな。今新しい技打ってるから許してあげて。霊夢さん、自ら当たりに行くのやめてもらえますか。わざわざ見せ場作らなくていいんですよ。理由を話させてください。理由って誰だよ。理由を話せよ。あと少しで倒せそうだから欲張っちゃいました。もしかして霊夢って最後に残ったおかず優先して奪い取るタイプでしょ。確かにそのタイプだけど私そんな顔してねえよ。ちなみに私は一口ちょうだいでショートケーキのイチゴ食べるし、雪見大福の片方をもらう。そんな笑顔で凶悪なこと言ってるんじゃねえよ。
てことでバリアが割れたとこまでカットしたわ。霊夢が油断したせいで、もう一回バリア壊すことになったじゃねえか。バリア壊したところからリスタートすると思ってました。もう二度と油断しない。このライフで決めてやる。リンクカープ正常。ハイパープレッサー発射する。もう二度とその攻撃でやられないわ。一方向に逃げ続ければ攻撃が当たることはないぞ。絶対にさっきみたいに引き返すようなことはするなよ。わざわざ当たりに行くような真似しないわよ。さっきの記憶飛んだのか？今度はスケルトンも体内から落としてきたな。最悪な表現で状況を説明しないで。スケルトンフライスペシャルで突き飛ばせばおしまいよ。これで2ラウンド目勝利だな。そして最終チェックポイント通過したな。よし、残りは次回の動画に。させねえよ。なんで残り少しのボス戦を次回に持ち越そうとしてるんだよ。ただでさえ昨日の動画休んでるんだから今回で決着つけろよ。またバリア張られたか。敵の攻撃も激しくなってくるから気をつけろよ。タコのくせにボスしてるんじゃねえよ。ここに壺を置いとけば勝手に入ってって倒せたりしないかな。ラスボスがこんなやられ方したら逆に面白いな。マリサ？マリサがツッコミ放棄したら私の仕事が増えるんだけど。ゆっくり実況でマリサがボケに回るなんてありえない。マリサにボケをやらせるな。やばい、ゆっくり実況過激派に目をつけられた。なんだその団体。アトープ主はそんな意味わかんない団体に所属してるんじゃねえよ。ボスの攻撃が激しくなってきて足を壊すのが難しくなってきてるんだけど、やっと一つ目の足を壊せたか。足の逃げる速度も速くなっているからやっと手応えが出てきたな。今までの簡単な難易度でやられてくれてもよかったんだけどな。動画の盛り上がりのために難しい難易度になったことを喜べよ。私は難易度上がって喜ぶほどド M じゃねえよ。ちゃんとチップ厳選したおかげでスケルトンの処理に困らなくなってるな。敵の移動阻害チップとインクの上に乗ってる時のダメージを上げてるから地面塗っていれば雑魚敵にやられることはないわね。カラーチップ禁止縛りしたら面白そうだよな。どうやってカラーチップ禁止縛りするんだよ。ダメライザ連続生成実行する。スペシャルの連続仕様だとチートだから任天堂に報告しよう。任天堂が生み出したキャラをチート扱いするなよ。任天堂社員さん、こいつの意見は全部無視してもいいですよ。任天堂社員がこの動画見てるわけねえよ。恥ずかしくて見せられないよな。別に恥ずかしい動画は投稿してないよ。最後の足を破壊するところまでカットしたぞ。あと少しで破壊なのにハイパープレッサー打ってきやがって。ひめちゃんの投げたボムのおかげで最後の足を破壊できたな。何その熱い展開。警告、バリアの消滅を確認。ケンケン。オーダも焦ってるな。戦いってのは焦った方から負けるんだぜ。根拠のない発言、それってあなたの感想ですよね。根拠は私ね。実体験なら一気に信頼性増したな。よく負けるやつのアドバイスなんて必要ねえよ。まずは焦らずに雑魚敵を一掃するわ。それにしてもメイン武器の火力エグいな。カラーチップがどれだけ偉大か身に染みてわかるわ。偉大の部分誇示してると。予測変換で偉大が先に出るほど偉大目指してるのか。偉大目指してるやつはこんなに頭悪くねえよ。よく。せっかく雑魚敵一掃したのに、今度はボスの攻撃が激しくなりやがったわね。ハイパープレッサーは避けやすいからなるべく中央に近づきながら逃げたいな。自慢じゃないけど私の腕じゃそんな芸当できないわ。謙遜でもなんでもない時に自慢じゃないけどって枕言葉使ってるんじゃねえよ。攻撃が止んだから反撃開始よ。目ん玉無限野郎、お前をぶっ飛ばしてやる。確かに目も特徴的だけどもっと特徴的な部分あるだろ。反撃しようとしたけど連続サメライド射出してきたな。字幕に悪意があるぞ。その技もボスの近くでぐるぐる回るだけで避けれるから気にしないで攻撃を続けるわよ。敵もだいぶ霊夢色に染まってきてる。もうすぐで勝てそうか。ハイパープレッサー打ってきてももう遅い。そんな技近くにいたら当たらないんだから。スペシャルも溜まってるし一気に決めに行くぞ。あともう少しだと思うのに、こいつ粘り強すぎるだろ。スマホの充電残量 5% ぐらいの粘り強さだな。わかりにくそうでわかりやすい例えありがとう。一度吹き飛ばされてもすぐに舞い戻ってきたわ。滑空機能あるから中央に戻ってきやすいな。残り体力削り切るぞ。お前の野望はこの私とひめちゃんで阻止してやる。ここまで見ていたな、でかいの。お前はたこ焼きの具材にしてやる。さっきも食べてただろ。恐るべき、混沌の力。しかしたった今プログラムは完了した。でかい山脈、秩序の平穏を。霊夢が途中でやられて時間がかかったせいだぞ。私がやられなくてもこの展開になってただろ。そんな、間に合わなかったなんて。世界から色が失われていく。アンミカが無双してしまう。別に無双してもいいだろ。オーダのプログラムを除去します。ダメ、拡大のスピードが速すぎる。ああ、飯田が白黒になっていっちゃう。てん、あ。私はどうなって。霊夢を切ろ。遠くで死んだマリサが呼んでる。死んでねえよ。霊夢を切ろ、まだオーダは倒しきってないぞ。今こそお前のブルーブを奏でるんだ。ごめん私、ゲームの中で音ゲーでリズムを奏でることが一番苦手なんだよ。つべこべ言わずに頑張れ。
感じたぜ。ハチ、お前のグルーブ。そしていた、お前のトラック、やっぱ最高だ。寝てる場合じゃねえよな。ビートよこせ、DJ。はい、先輩。なぜ動ける、なぜ抗う、このままこそが幸福だというのに。コキトラワールドツアー真っ最中、こんなとこで困ってらんねえんだよ。眠たいライブなんて真っ平5年だっつーの。そうだろお前ら。なぜだ、体が勝手に動く。こんなものはプログラムにない想定外のエラー。へ、プログラムされた世界なんざつまらねえ。何度やろうと同じだ。へえ、パレットが空っぽになってるよ。さっきのオーダーが何かしたせいか。あ、見てください、そこのポータルの中にからチップが閉じ込められているような。いろいろ盛り上がってきたじゃねえか。このアンコール決めてやろうぜ。ハチ、あの足ポータル呼びでよかったんだ。今は驚いてる場合じゃないぞ。強制のうから処理を実行、エラー再実行、エラーだと。敵はなんかエラー出してるから今のうちにぶっ飛ばすぞ。まあ、残機表示が消えてるからやられることはないのかもしれないけどね。熱い展開に水を差さないでください。たとえゲームオーバーにならなくてもやられずにクリアしていきたいな。だって私たちは、ゆっくり実況者だもの。最終局面の熱い展開によって、実況メンバーも熱くなってやがる。少々感化されすぎて恐怖を覚えますね。恐怖覚えんなよ。早くポータル壊さないとやられるぞ。今のお前はチップないんだから。熱い展開で忘れてたけど今ピンチなのか、私。ポータルを壊そうとしてもボスはハイパープレッサーで迎撃してきた。仕方ない、一旦逃げるか。近くにジャンプ台があるからそこを使って2ターンしてもいいな。その作戦採用。もう一回戻ってポータルを壊しに行くわよ。1個目のポータル壊すまでカットするんだぞ。よし、これでまずは1個目ね。すごい、カラーチップのエネルギーが一気にパレットの中へ。今回ゲットしたのは多分レンジカラーチップ全種だな。ポータルを壊せば各色のカラーチップが全てゲットできるのか。壊せば壊すほど最強に近づいていくんだな。最強か、私にぴったりの言葉ね。お前と正反対の言葉だよ。ムーブのカラーチップも集めれて移動速度が速くなったぞ。何話の音速レーサーとは私のことよ。何話でも音速でもレーサーでも霊夢もねえよ。霊夢ではあるわ。火力アップのチップが出てないからポータルを壊すのが少しきついな。でもスペシャルはめちゃくちゃ溜まりやすいからスペシャルでゴリ押ししていくわよ。解決策がすごい脳筋だな。しかしそれでも壊しきれずボスから攻撃されてしまう。ダイヤは突っ込んでてくれよ。ボスはダイヤじゃないよ。ポータルに集中しすぎてボスのことがどうでもよくなってる。今のうちにこのポータルを壊しておきたい。あともう少しだけど敵の攻撃がすぐそこまで来てるぞ。ギリギリ間に合ったわ。今ゲットしたチップはサポートのカラーチップ。やったね、インクが減りにくくなったよ。嬉しくねえよ。スペシャル使えばすぐにインクが回復するんだから。続けてゲットしたカラーチップはラッキーのカラーチップ。これでめちゃくちゃアイテムが出やすくなったな。これで最強にまた近づいた。残り2つも一気に壊していくわよ。スペシャル缶詰もたくさん出てくるようになったからどんどんウルトラショット使っていこう。脳から処理が逆行している。ありえないことだ。私の辞書にありえないの文字はないからね。その辞書不用品だぜ。私の辞書が不用品とかありえねえだろ。さっきの発言どうした。投稿言ってる間に残るカラーチップはあと1種類。残りのパワーのカラーチップでお前をねじ伏せてやるから待ってろよ。全てのカラーチップを集めきったぞ。コンボ数もすごいことになってるし。オーダー、お前が奪った色全部返してもらったぞ。うおお、色が溢れていく。オーダーのバリアにヒビが入ってるぞ。よっしゃ、今回のチップだ。え、君ちゃん急にどうしたの。レイムの攻撃もすごいことになってるな。ははは、すごいな、めちゃくちゃな出力だ。姫ちゃんが何かしてくれてるんだからカメラに映してやれよ。ごめん、つい自分の力に溺れちゃって。すごいカラフルなメガコンレーダーだ。レイムも攻撃しろよ。アーリー化してる場合じゃないぞ。いや、私タコ。よし、お前もオーダーとまとめて姫ちゃんに倒してもらおう。すいませんでした。警告、想定外のエラー、警告、想定外のエラー。
え、なに？わあ、かわいい。くしょ？あとちょっとで秩序な世界を作れたですのに。あ、声戻ってる。これは、ゴーダはほとんどの力を失ったようですね。もう悪いことはできないでしょう。これにて一件落着ってやつだな。おい、聞こえたこ、さっきの曲よかったろ？めっちゃよかったよ、お前に聞いてねえよ。お前にも特別にチケット送ってやっから、ライブはマナーよく参加しろよな。先輩。先輩。さて、帰ろうぜ、私たちのハイカラスクエアへ。ってことでここまでのご視聴ありがとうございました。クリアまで時間がかかったけど応援してくれて嬉しかったんだぜ。このシリーズ結構好評だからまだまだ続けるけどな。え？そうだったの？だってお前パート4の50秒くらいでパラソルでもクリアするって言ってただろ。そんなこと言ったかな？棒読みになってるぞ。ゆっくり音声だから仕方ねえだろ。少なくとも傘でクリアする回を出すつもりだからもう少し応援してほしいんだぞ。これからも応援してくれたら嬉しいんだぜ。そろそろ失踪する準備始めようかな。逃げようとしてるんじゃねえぞ。失踪して痛い目を浴びるのは霊夢トープ主だからな。おっと、この動画が面白いと思ってくれたら他の動画も見てほしいわ。このシリーズを最後まで見てくれた人も途中から見た人もありがとうございますなんだぜ。それじゃ、また別の動画で。今から失踪の準備してくるか。青い待てレイム。私は絶対に逃がさないぞ。さすがにフラン、怒りすぎじゃない？
さっきはなんか雰囲気に流されかけましたが、まだコダコは諦めてないのです。みんなの願い、色のない秩序のために。あ、たこ焼きにするの忘れてた。え、ちょっと待って。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。